私たちの研究室では目や脳における病気の治療法や予防法について研究を行っています。私たちのものの認識や体の行動は多数の神経細胞の働きによって行われています。例えば私たちの目では網膜にある神経細胞が光を認識し脳へと伝達することで視覚を形成しています。また私たちの脳では信号を伝える多数の神経細胞が集合しており、認識や記憶、行動といった体の重要な機能をコントロールしています。どちらの器官にも共通して存在する神経細胞ですが、体内の酸化ストレスによって障害されると正常に機能しなくなり、さまざまな疾患を引き起こします。網膜の神経細胞が障害されると加齢黄斑変性症、緑内障などの疾患を引き起こし、視機能の低下をもたらします。また物忘れとして知られるアルツハイマーや正常に体を動かすことができないパーキンソン病といった疾患は脳の神経細胞が障害され生じたものです。このような病気を予防するため、私たちは抗酸化脳を持ち、神経細胞を酸化ストレスから保護する物質を検索しています。現在食品残渣中から見出した有効成分をサプリメントへつなげる研究を行っています。こちらの実験では脳の海馬という記憶に関わる細胞を用いて食品残渣から抽出した成分の酸化ストレスに対する保護効果を確認しています。酸化ストレスを受けた細胞では細胞数が少なく反応液の色が黄色ですが、ストレスを回避できた細胞では色が濃くなり細胞が多く生存していることがわかります。またウエスタンブローティングによる解析を行い、抽出した成分がどのようなメカニズムで細胞を保護しているのか、タンパク質の状態を解析します。これまでの結果から、脳の神経細胞に酸化ストレスを与えると真ん中の写真のように神経細胞が障害されますが、私たちが抽出した食品残渣成分を加えることでこの酸化ストレスから神経細胞を保護することが分かりました。我々はこの成分をサプリメントとして応用できれば、様々な神経変性疾患の予防に貢献できると考えています。